名称原稿楽名を兼ねず。何事か。敵襲です。西側から攻撃を受けています。兵を一人残らず城の西側に集めろ。報告、加地将兵は西側に向かいました。よし、わしの思惑通りだ。時は今だ。皆の者、功名手柄をせよ。後ろから敵兵だと。西側の攻め手はおとりだったか。東西から攻められ挟み撃ちにされた兵たちは城を捨て南北に逃げ散った。この加地将兵の動きを読んでいた兼続は待ち伏せの兵を配置していた。この時取った城兵の首級は300にも及び、加地城を焼き払った。兼続は人間の行動心理を読んで敵兵を誘導し、加地城攻略作戦を見事に成功させた。